松選手お疲れ様でした。まあ、天皇杯から、まあ、中3日っていうのはあの厳しい日程があったと思うんですけれども、チーム全体としては松田選手としてはある意味スキップして、まあ、フレッシュな状態で今日臨んだのかなと思うんですけども、どういう形で試合に入っていきたいなと思ってました。まあ、でも札幌戦行けてない分、やっぱそのみんなよりは多分元気なはずなので、より勢いを持ってプレーしようと思ってました。まあ、特にあの前半からあの本当にお互いになんていうんだろう、アグレッシブなプレーが多かったと思います。その中で松田選手としては、まあ、特にプレス の一番手として、あの相手のディフェンスに対してどのように圧をかけていこうと考えていました。そうですね、まあ、練習でやってたんですけど、その相手の左センターの方から僕がプレスかけた場合は、そのまま左の方に、僕らの右サイドの方で相手を追い込んでボールを取るって意識でやってたので、チーム全体ではそれをやり続けようっていう感じでした。まあ、あの結果的にゴールは相手のゴールキーパーのビルドアップに対して、まあ、吉崎選手が、まあ、追い越してプレスかけてくる形になったじゃないですか。あのあたりっていうのはチーム全体として何かスイッチ入れようっていう感じあったんですか。そうですね、相手のボランチ2枚が結構技術があって、相手のストロングの部分だったので、そこの部分をうちのボランチ2枚がマンツーマンというかつく感じになってたので、そのまま多分相手のボランチに入った後にリオがキーパーへのバックアップに対して、そのまま自分がいけるって判断をしてくれてた、まあ、リオがプレスしてくれたおかげで PK 取りにっていう、まあ、チームの決まり事を、まあ、しっかり全体でやるかなと思います。あの PK の、あの蹴り方っていうか、はい、結構助走短めでタイミングを少しこうゆっくり入る感じじゃないですか、はい、あれはもう普段からああいう蹴り方なんですか。そうっすね、なんか結構、ま、バラバラっす、自分のなんかやりたいように蹴る感じなので、あんま決まったりはしてないです。結果的にはキーパーのコースは読まれてたけど、まあ、シュートの力で入りましたよね。まあ、あれなんか数がスパイク拭いとけってでも本当そのおかげでボールしっかり芯捉えて滑ることなくいいボールを蹴れたので、ちょっと数には感謝します。蹴る前に拭いたんですか、手で。そうです、なんかカズが蹴る直前で拭いとけって言うんで、うん、このインサイドで蹴る部分、うん、ちょっと芝とか水分ちょっとこうやりました。ナイスアドバイスです。いや本当助かりました。でもそのゴール決めた後のあの本当ガッツポーズ、めちゃめちゃやっぱ見てる方も熱くなったんですけど、どんな気持ちでした？いや、まあでもそのゴール一つでみんなの士気が上がるならと思って、まあ、特におばちゃんはこう、まあ、3試合とかあまり失点の仕方が悪い感じになってしまっていたので、まあそれを鼓舞する意味で自分はやっぱ燃えておかないといけないなという意味で、ある意味もう自分がこう流れを変えるためのもパフォあのチームの流れを変えるためのパフォーマンスでもあったっていう、本当にそういうイメージではやってます。あのベンチに下がった後もあのスローインで出てきたボールに松田選手がめっちゃ飛び出して渡そうとしてたりとか、めっちゃ戦ってるなと思ったんですけど、いやでもちゃんとボールボーイの選手も戦ってくれたので、僕よりリリースが早くて、本当いつもサポートしてくれてありがとうと思ってます。そうですね、はい、まあ松田選手のよりも早かったですもんね、はい、リリースするのはね。まあ、結果的には1-1、また勝ちきれなかった試合になりましたけれども、まあ、勝つために改めて何が必要になるかなって今感じてますか。まあ、そうですね、やれてることはやれてるし、やれることが足りないって自分たちも勝ってるので、まあ、それを詰めていくことと、まあ、個人としてはやっぱ山田戦もそうなんですけど、シュートを打ててないよね。で今回もPK1 本しかシュートを打ってないので、まあ、僕がシュートを打つことが多くなれば多分チームのいい波に乗れてる証拠なので、まあ、自分がシュートをどんどん打つ場面を選手にその作りボールをもらえるシーンを自分が作り出すことをもっとしないといけないなって個人としては思ってます。次に向けてもまた松田選手のゴール量産期待してます。ありがとうございます、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。